そうじゃ、ベルベイヌ。お前に一つ聞きたいことがあったんじゃ。はい、何でしょうか、ロッド様。お前さん、死んだ後もずっと海にいたんじゃろ。最近人魚を見たことはないか。人魚ですか。そうですね、人魚たちが多く住んでいた人魚岩が崩落してからはあまり…いえ、一人だけ知り合いの人魚が一人だけ今もアエスレギアの中に暮らしていますわ。アエスレギア、海底神殿アエスレギアか。どうりで調べてもわからんはずじゃ。ようやくわしの悲願が。わしの悲願？ゴールデンロッドの悲願って何？おお、お前たちか。ああ、ベルベイヌは秘書として大いに役立っておるや。今回の働きで、そうじゃな、水の錬金術の技法書は3000万コール値引くとしよう。相変わらずの大幅値引き、ありがとうございます。それはそれとして、ゴールデンロッド様、その悲願って。そうせくでない。もうすぐお前たちに大きな仕事を頼むつもりじゃ。その時は頼んだぞ。